ちゃん結婚して、まあできない年ですよ。スンクジラさんハートありがとう。そう、オリコちゃん T シャツ、まずは昨日のねお台場をねありがとうございました。昼も夜もね、90分のフェス、なんて言うんだ STU だけだ、昨日はそうだったから、わざわざ足を運んでいただきありがとうございます。お土産はね今回特に買ってないかな。そう、あんまり買うしかなかった。お台場ありがとうそう、全部フルコーラス、そうなのよ、私完全生だし本当に出先から、出先ってさ、ここが嫌だよそう、フェス楽しかった。肉フェスのね、あのお肉はね、そう、あの差し入れでいただいてお肉食べれた佐賀牛をいただきました。またメールで大黒ホテルかのお仕事違います、ここが家です見事だった、嬉しいね。そう、瀬取りもね、普段じゃやらないような曲もたくさんあって、中には私が提案させてもらった曲もあって、すごいね、レアな曲も見えたんじゃないかな、来てくださった方は。佐賀牛をそう人数分いただいて、でダンスの先生から牛タンもいただいた、美味しかった、牛タン美味しいね。みんなは食べたんかな、でもなんかみんな食べた人って聞いた時結構手挙げてたからさ、食べた人多そうだけど。そう、お肉食べれなかったの、悲しい、それは。そう、腰が痛い仲間やんミーポも痛いって言っとったわ、緑の椅子じゃないよ今日はえ、でしょ、瀬取りとか当日来てた人はもうその国境な時代流れた瞬間分かったでしょ、あ、これがユンニャンの言ってた曲だってそうなんですよ、 X でも投稿したんだけど、2部のそう2つ目のブロックにあった国境のない時代が私が瀬取りに提案させてもらって、そう今回特別に入れてもらった曲なんですよ嬉しい、本当に。おきまえさんとはねお話できたよ、チュロスをね差し入れいただいて、すごい美味しかった。風強かったよね昨日ね。そう、国境のない時代は私がカラオケ配信すると結構な確率で歌う曲だし、よく好きって言ってる曲だから、そうみんなの分かってくれるかなって思ったけど、やっぱ分かってくれたみたい。あ、そう、今日おりこちゃん T シャツなんよ。そう、必然性とかもやったよね。あ、お薬キュンニさんありがとうね。お肉も食べれてね、よかったね。2部土線だった、最前土線だったよね、キビシさんびっくりした。そう、30食べた、いいなお台場のフェス過去一と言っても今後じゃないぐらい楽しい。待って、それはめっちゃ嬉しい、それは嬉しいわ。確かにね、本当にあそこでしか見えない曲いっぱいあったもん。もう今回だけその一回やるきりじゃさ、そうもったいないぐらい、もう一回やりたいぐらい楽しかったそう、最高すぎたでしょ瀬取りでしょ、本当にそうなの。だいぶね、なんかやってる練習とかの途中で瀬取りとかがいろいろ変わったりさ、だけどそういい曲ばっかり本当に。そう、坂道 AKB さんの長マンネルさんがセンターの曲です。枝豆食べて、いいね、枝豆美味しいね。そう、沖さんとそうマイキューさんが見に来てくださって嬉しかった見てくださったみたいで、2部の方をね来られたみたいで、沖さんがまず顔出してくださって、その後にマイキューさんがお仕事終わりなので来てくださって、そうわざわざありがたかった本当に。沖さんとは卒業後初めて会えたかな浜太郎じゃん、とっとこじゃないよ私の提案した曲は。確かにね、あの曲はね、でも肉フェスのね定番曲だから、そうあれはマネージャーさんが入れた曲かな。そう、一回限りが本当にもったいない。そう本当に覚えるの大変だった。実はね、2月から一応今回の5月のフェスのは練習始めてたけど、もう2月3月そう本当にミツさんの卒コンだったりとか、それ以外の僕隊とかで
あんまりレッスンができてなくて、ここ2週間ぐらいで一気に追い込んだ曲ですね。本当にそうだね。なんだこの1週間以内でな振り入れをした曲も何曲かあったと思うし、国境も振り入れしたの多分1週間ちょい前とかかな。で私国境の振り入れ途中いなかったりとかで自分で頑張った部分もあったけど、そう大変だった。そう、整理番号1番で今回今年のを使って、えだよね、1番やばいよね、土線だったもんね本当に。びっくりしたもん、えって思って。そう、えみーぽんね、あの曲似合うよね、いいよね。そうなの、ユイタとナーミョンが出られなかったから15人でのね出演だったけど、そう2人の分も頑張りましたよ。そうレールガンもやらせてもらった。レールガンは3期生でライオンが 2.5 期さんで、そう敵と話し会どっちでも全然お好きな方で。お好きな方でどっちでも待ってるよ。そうねミックス打ってらっしゃったみたいな、おきさん。そう前方立っていいか迷った。でもまあフェスならあまりあれじゃない、その邪魔にならなければ全然いいと思う。フェスだから盛り上がってこうぜ。そう優しい先輩方がいっぱいなの。ユニア褒めてポストも座って嬉しかった。そう腰痛がすごくってね、直前までね腰をねマッサージしてマッサージして挑んだんだけど、なんとか頑張りました。そうなのよ、嬉しい。そう安住さんがまとめてくださって、そうなのよ本当にキャプテンって感じ。私は久保しおりさんのポジかな。そうポジションは私は乃木坂さんのポジをねやりたいと思ってたから嬉しかった。そうみんな振り覚え、そう早くなったの。ライオンとかレールガンとかその辺は先生、いつもお世話になってる先生が振りを考えてくださってやったんだけど、そうなの、だいぶ覚えるの早くなったよ。でも今回多分全体で一番苦戦した曲が国境だったんだと思う。だからね、なそう国境は難しいよって私いっぱい言われたもん、私が提案した曲だから。そうだけど今回のきっかけになんかね、国境知らない子の方が多分多かったんよね。特に3期生は知らん子がほとんどだったんだけど、今回をきっかけになんか国境あの曲が好きになったって、そう2,3 人のそうメンバーが言ってくれてて、わかんない他にもいたかもんだけど、私が聞いたの 2,3 人のメンバーがこの曲好きになったって言ってくれてすごい嬉しかった。不況できましたこの曲を。そう、うまぴょいうまぴょいした。そう、うまぴょいうまぴょい、いいよね。そうマイキューさんが瀬戸利を、嬉しい。ね、瀬戸利良かったよね本当に。一部はアニソンやボカロ、2部では普段やらない、ね、曲をのいみーさんとか坂道 AKB さんとかララメッセージも初めてやったし、ヘビロテも私はやったことなかったし、そうなのよ本当に楽しかった。テリーバールド、いいよね。あの曲は私もともと知ってた曲だからセトリ入った時びっくりした。もともとアニソンはまあ王道ならだいぶ分かる方だけど、ボカロは本当大好きだから、そうって思って、痛みはまだあるんよ。そうまだ治らんこし悲しい。そういちごがそうリュック持ってくれたの嬉しかった。レベル上がってきてる。そうなんかね、そうなの、結構本番前もなんか風が強くてさ、シーツがファーってなったりして、ファンの方と目があったりして手振った。そう腰痛ね、そうなんか今日病院行ってストレッチの仕方みたいなの教えてもらった。短期間でそういろんな振り覚えたの。そうなのマクさん頑張った、ありがとう。そうシカさすがに持って頑張ったよね。そうウマ娘ねえ、いいよね、ウマピュー伝説。あの曲をまさかやるとは思ってなかった。そうお台場楽しかった、嬉しい。タオル大事にしてね、私のサイン入りの。
そうなの。 2.5 期さんとは夏のツアーだったりとかクリスマスとかも一緒にで、今回も一緒にさせていただいたけど、 2.5 期さんと3期生も4人昇格になったから、今後多分なんか関わることが今までよりは減ってしまうから寂しい。そうなのよ、 2.5 期さんがいつも引っ張ってってくださってたの。そうそうなの。そう、本当に腰が痛くってね、ダンスの振りにはやっぱりさ座ったりさ、まあ、なんなら幽体離脱なんて寝た状態で始まるから私のポジションはもう痛い痛いって思いながら頑張ったよそうそうなのよ、腰ね、ほんと早く。そう、サポーターコルセットは今注文してる。そう、確かに3期単独でもねいつかしたいし、あ、そう、制服も新制服も今回お披露目されて、そう、アーシャも楽しみにしててくださいあ、新幹線で4つ、それあるね。私も先月は特に新幹線に乗ることがすごい多かったから、腰痛です。そう、今日病院行ってきた。そう、可愛かと嬉しいえ、わかんない、ラジオってどうなんだろう、事務所なのかな、滋賀かな、どうなんだろう、私わかんない。でもいちごがこの間行った時は確か事務所って言ってたはずだけど、わかんない、どうなんやろ。私はね、配信始めようと思って最後に X で自分の名前調べて、その時調べたら、配信始めようと思ったら調べたら、そう、あの滋賀のラジオのが発表されてて、私何も知らなくって、そのツイートを見て知ったんだけどそう、それで、え、待って、初回任せてもらえるのって思ってびっくりした。ありがたいことに、ぜひお便り待ってます。抽選でステッカーも当たるみたいなのでね、リモートで収録、私もそんなような気がする。そう、滋賀県遠い、一応岐阜県のお隣なんでね、滋賀県。そう、制服、可愛いですよ。そう、正規生さんと研究生で制服が違うんですよ。私もリモートな気がする。そう、なっちゃん頑張った、ありがとう、頑張りました、本当にね。コルセット、そうなの、腰痛仲間そうなの、今回ラジオ、そう、びっくりして、本当に私何も知らなくって、そのその FM 滋賀さんのツイートで知ったから、そう、15分前のツイートって、えって思って、とりあえずスクショしてユーナに送って、ユーナに電話かけて、ね、ユーナ知ってたって言ったけど、ユーナを知らんくてびっくりしとった2人で、え、こういうのって先に知るもんじゃないのって思って、そうでリツイートしていて、そう、あれをまた引用リツイートしてポストするけど、そうだね、マネージャーさんに確認したらポストします。そう、ファンの方とそう同じタイミングで知るの最近あるある。昨日よかった、ありがとう。そう、スカート長い、確かに長い方かも、あの制服かわいいよね、ねえ大きいリボンがかわいい。そうなの、そう、明太釜玉も見た、私その前の日かな、私もうどん食べに行った。そう、びっくりびっくり。そうなの、前回の放送で 2.5 期さんのが最後で、そこでいちごがラジオの引き継ぎをして、で今月からあの3期研究生のそのラジオキャッチのそういただけるんだけど、そう今回からさせていただけるから、今度のが多分初回になるんだけど、まさかまさか、知らなかった、嬉しいね、めっちゃ清楚って感じ。その新作今日飲めんかったんよ、それが。そう、モバイルオーダーをねしようと思ったけど時間なくて、新幹線乗る前に飲めんかった。今日先行だったよね、明日からでもさ、なんて言うんだろう、どこでも飲めるから、明日飲もうと思う。明日私はオフなのでそう、ニャのタオルキャッチしたわけでは、投げ終わって下見たら近くに落ちてて、そうなんよ、タオルね風で吹き飛ばされて奥に投げたつもりだったけど、思ったより手前にそう落ちちゃって、そうなんよ、ラッキーそう、とっとこのね、大好きなのは、はい、せーの、ひまわりの種、俺も楽しかったね。380、もうそんなに来たんだ早いね、
そうなの。え、でもさ、ラジオの名前がその3期研究生のってついてるからさ、昇格した4人はさ一緒に出れないのかなって思って寂しい。一緒に出れないのかな、どうだと思う、出れるかなね、出たい一緒に。そう今回のお便りはそうみんなのゴールデンウィークの過ごし方だから、よかったら送ってくださいそうそう、タオル、タオル昨日風強かったからね、リハーサルもタオルがどんどん飛んでっちゃって危ない危ないだったそうなの。え、チリパもそうだね、出たいね、素敵さん。そうなん、私は初めてのラジオのお仕事だから嬉しいラジオそう私というのは どういう感じになるんだろうでもたまにコラボ配信するかあんな感じの雰囲気かなちゃんと進められるかどうかわかんないけど、まあ、ゆうなさんが年上なのに、ゆうなさんが引っ張ってってくれるかなそう、まあ、私も頑張ります。え、肉フェスのトレー飛んだ、そうだったの、そうよね、風めっちゃ強かったもんね昨日、あららららら。そうだったのね、初見です、違いますえ、そう、まひなさんがしてるね、ね、そう、ケラジも出たいね。今日配信どうしようかな、20、どうしよう、22時までしちゃってもいいな、でもメール送りたいから50分とかまでしようかな、50分、21時50分とかまでする。昨日はそう、配信15分しか、朝の5時からの15分しかできんかったから、今日いろいろ話そうと思って、風で誰かに、え、服にかかって、それはつらいそれはつらいよ、落ちたちゃんとそうだね、肉別、え、お肉食べてないのね、結婚してギフトはないですかゆうゆイコール結婚してギフトやばいからゆうなんなら引っ張ってくれるかな、どうだろう夜は後ろの席だったけど、ヒーターの、え、ヒーターね、確かにどっちやってたから多分さ、球すごい投げれるよね、ゲットできたのすごいね、ヒーターの、欲しい欲しい、やばいよね、欲しい。そう、他にゲットした人いるのかな。1回目はあのヘビロテの途中で投げたのはサイン入りだけど、その次のそう投げたのは急遽投げることが決まったから、その本番で急に、そのリハーサルでも投げなかったし、本番急に投げることになったからサインは入ってなかったけど、そうちゃんと誰々かもらったんだって思っといて。そう、え、着替え方、それは大変だったよそう、前のみな、確かに前のみになる風強すぎて枝が頭に、やだ、昨日本当に風強かったもんね、昨日ありがとう、こちらこそありがとう。え、そう、夜の野外フェス、まず野外フェス自体が初めてだし、しかも2部あって、2部目はその夜だったから本当にペンライトが綺麗だった。そう、ラララとか一緒にみんなが振ってくれたりとか、暗闇とかでみんながしてくれたりとか、すごい綺麗だった。行き帰りの新幹線、今回はね結構眠れた方だった、いつも眠らないけど今回眠れた、でも腰が痛かった本当に。そうね、手汗つきやばいよね誰が言い出したか忘れたけど、手汗つきタオル受け取ってくれたっていう、あれがおもろかったそう、一部の開演前に、そうなの、気づくかなって思ってじーっと見てたら気づいてくれた腰はねまだ痛いけど、そう、一旦今日明日とは腰を休めれそうなので、そう、お休みします。こちらこそ来てくれてありがとうね、クレイさんがそう盛り上げが上手でね、ファンの方も歌ってくださって嬉しかった。そう、セブンティーンです。そう、でももうちょっとで18になってしまう、18歳になってしまう。そう、そう、お見送りもねあったから嬉しかった。でも夜は暗すぎて、そう、知るほどははっきり顔見えなかったけど、そう、みんな楽しかったって褒めてくれたりして嬉しかったんだ。そう、手が弾かれるぐらい、そんなにこうさっき
まあ引いたのなら確かに。でもよく受け取ったね。夜の時ってだってあれ私から見て右のさ奥の辺だったじゃん。その椅子があるところの奥の辺だったじゃん。すごいね。そう、寝る時横向きだといいのね。そうなんね。そう、かなうかな。あ、かなう、確かに言ってそう。かなうかな。そう。あ、しおさんウインクしてありがとう。え、しおさん久しぶりじゃない？ありがとう。そう、よく見えた、嬉しかった。今日飲んできたの。私今日飲めなかったから負けたわ。え、そうカラーズね、思い出したよね。確かにタオルはそうヒラヒラしてると飛ばないから、そうなの、あのいっぱい縛るといいってそうマネージャーさんが言ってた。で私は1回しか縛ってなかったから風でヒューって飛んじゃったの。見つかってました。もちろん見つけてましたし、レス送りましたよ。こんばんは、こんばんは。昨日びっくりしたよね。そう、一部終わった後にね、ご飯食べたりしながら休憩してる時に沖さんとマイキューさんが来てくださって、でね、リアチューがね、そう二人のこと大好きだから、そうリアチューにさっき、そう沖前さんが外行ったけど会ったって言ったら、会ってないって言って、どこだかって言って走って探しに行ったのを覚えてる。そう覚えてる。沖さん元気そうだった、よかった。差し入れまでしてくださってありがたい。でマネージャーさんと一緒にお二人もお肉食べられたみたいで、よかったよかったよかったねえ、嬉しいねえ。そうなの、 2.5 期さんとこの1年でそうたくさん一緒にステージ出させていただいて、すごい勉強になった。そう、とりあえずはまだ子供です。まあ私もまだ子供なんですけど。え、写真はそう撮れてないよね。意外と時間がなくって、いつも終わった後ステージの上で写真撮ったりするけど、昨日は全体写真は撮ったけど、それ以外の写真はあんま撮れなかったよね、時間なくって。ヒーターそう投げんのすごい、多分遠くまで投げれるよね。ね、え、誰か気づいた人いたのかな、おじさんとマイキューさんがいたっていうのを。でも意外となんか気づかれてない感じだった、なんかリプとかを見てたら。そうそう。ニーナの木の時、ね、昨日のフェスはなんかその入るところが閉められたりしてなかったからね、結構中が丸見えだったんよね実は。あまりスペースもなかったからどうしてもねえ。そう、夜遅かった。そうなのよ。そうお見送りね、話せたね。そう今日はレントゲン写真を撮って、今度は MRI を撮ります。骨には異常がなかったみたいで、次はヘルニアじゃないか、なんとか版ヘルニアっていう、なんだっけ ここの漢字2文字が出てこう、なんとか版ヘルニア、それじゃないかの、そう検査をします。そうそう、そう4期生が入ってきたら、私はもうお金がなくなってしまう、いろんなとこに連れてってしまう。椎間板、そう椎間板ヘルニアの疑いがあるので、その検査をします。そうね、木前さんが近くにいるなんて思わないよね。待って、劇場はやばい。劇場はやばい。いいね、オタクですね。いいですね。そう、椎間板、それ。椎間板ヘルニア。そう。MRI を今度撮ります。今日は時間がなくて撮れなかったので、今日は新幹線に乗って帰ってきて、そのまま検査に行きます。ヘルニアじゃないといいけど、ヘルニアってね辛いっていう。劇場版やばい。劇場版やばいから。やばい、腰痛。そう、
3.5 期生確かに可能性ありそう。そう、え、そう、休憩中とかもそう、3期生は声が大きいんです。ディズニーの曲とか歌ってたのが、あの、なんて言うんだろう、すぐ1メートル先ぐらいにファンの方がいらっしゃったから、そう、ファンの方にそう聞こえてたみたいでツイートを見ました。通常版劇場版通常版やばいから。みんなもう私のファンの方はすぐに面白い方に持ってくから。やばい。おもろすぎる。アナ雪歌った、アナ雪歌った、ディズニーたくさん歌った、あとコナンのオープニングも歌ってた。やばすぎるよね本当に。初回はやばい、もうおもろすぎる。そう。そうなのよ、マジでおもろい。そう、あれが聞けた人はレアですね。そう MRI の時にテリーズかけてほら。やばいか、え、ラッスンゴレラ、え、したラッスンゴレラ、え、なんてやってた、ひーちゃんとか私も歌ってた。そう。え、あとね、私がね、前のミチさんの卒業の直後に言ってたね、あの伝説の岩崎さん、多分同じ方だと思うんだけど、また岩崎さんって呼んでる方が今回もいらっしゃって、もうつぼりそうになった。また岩崎さんだって思って。前話したの覚えてるかな。そう。岩崎さんって声がまた聞かれてきても、あー、これだーって思って。岩崎さんって、そう、またいらっしゃった、岩崎さん呼びの方が。え、いらっしゃったよね。そう、どなたかすごい気になる。奥田さんって今度呼んでください、その方。覚えてる、え、嬉しい。聞こえたよね、だよね。面白すぎた。そう、初回限定ワーヘルね、そう、特典次やばいから。ね、岩崎さん、そう、いいね、すごい通る声ですよね。そう、岩崎さんって叫んでらっしゃる方、すごく知りたいとの方か。岩崎さん、そうなの、の面白かった。そう、奥田さん、でも昨日はね、ゆいなんだけだったかも。奥田さん、私の記憶では特になしだったかな、命切っちゃったかな。岩崎さん、ゆい、本当に面白い。面白いよね。岩崎さん、あ、やばい、揃ってきちゃう。全部つかさん、お疲れ。お、え、確かに木材公園であるかもしれないよ。つぼっちゃうから、そんなことされたら嬉しいけど。全然して、して、そう、そう、ゆいにゃんは聞こえたけど、そう、奥田さん聞こえなかった。そう、そう、かすみ、かすみ、そうなんよ、おもろすぎた。そうなのよ、そうなのよ。ね、僕隊に来たい、僕隊に来たい、僕隊に来たい。なんか言い踏んじゃった。僕隊に来たい。そう、そう、確かに僕隊も確かにかすみいるから、岩崎さんコールまた聞こえるかもしれない。そう、楽しみ。奥田先輩、奥田先輩いつかなるのか、私も確かにね、あ、そう、そう、奥田さん呼び待ってるよ。そう、ね、奥田さん呼びがね、確かに流行っちゃったらもうコールが奥田さんになっちゃいそう。やばすぎ。そう、これ昨日話したいことがある。もう本当は説明最初から話していきたいけど、いろいろ話したいことありすぎる。うん、楽しかった。でも今回は多分1部も2部もどっちでもやった曲なんだけど、ユータイリーダス金縛りが自分とね同じ歌割りがリサ子とユイタンだから、歌割り1人になっちゃって、実はそうだから、その前の1番だとその前の歌割りがイチゴとヒーちゃんで、2番はまあ歌割りはその前の人は違うけど、まあなんていうんだ、立ち位置的にちょうどいいのがイチゴとひーちゃんだったから、1番2番の自分の歌りは本当には1人になっちゃうとこだったけど、そう、2人が入ってくれて3人で歌いました。そう、立ち位置的にその2人がちょうどぴったりだったから。でもそのなんて、歌割りの人がする
振りは私一人だったから、そう寂しかったね。そう右にも左にも同じ振りの人がいないから寂しかったね。特に2番の最初、私2番の出だしが歌割りだから、そういつもなら番号1番に入るけど、そう今回は動きが大変でね、そうソロになっちゃうから、そう自分がだから、そう立ち位置だいたい4ぐらいから真ん中の0まで、しかもステップ踏みながら移動しなきゃで大変だった、すごくそうなのよ。一人の歌割りだ、一人のね、一人で振りした、そうなのよ。 TGC もね、そうゆいたんお休みだったから、 TGC はひーちゃんといちごと、あと2番はかなとさっちが入ってくれたかな。でもその歌割りのところの振りはなくて、 TGC はフリーだったから、そうなんか一人のフリーって感じなかったけど、今回完全にその一人のフリーって感じだったから、もうそう、うん、一緒にしてくれる人がいないよってなってたそう、あの D メロの意識だけ抜け出そうもナーミョンが一緒だから、そうナーミョン含めて4人でいつもミューポン、私、カスミン、ナーミョンでやるけど、ミューポンいなか、うん、じゃあナーミョンいないから立ち位置連れて3人で歌ったし、そうぼっちになっちゃった悲しい悲しいんよ。そうまたゆいたんがね次の時に一緒にできたらいいけど、でだいぶねサビとかの位置とかね、そう変わったりしたし、サビの位置変わったし、その1番も2番もお互いの立ち位置変わったから大変だった。そう幽体離脱そうなのよ、寂しいです。そう一人になっちゃった。そうなのよ、 TGC の時はねなんとかそのフリーだったから歌割りのところが何もなく、そう他の子は入ってできたけど、今回もフリが一人だから、そうそう、ああこの振りを一人でするのかって思って寂しかったよ。そうなのあら結構申し込まれております、ごめんなさい、できませんごめんなさい、そう急遽変わったから悲しい。そうなの、ナーミョンが急遽出れないことになって立ち位置だいぶ変わったかも。1番に入る予定が0番に入ったりとかずれたりとか、そうえね、そう花だれも実はナーミョンがねセンターだったんだけど、その トライアングルセンターとサッチとリオツンさんだったけど、ナーミョンが休みってことで2人のまんまでやりましたね。以前マイキューさんとサコさんがお休みでクルクルさんが花だれね一人でセンターやってたの私も見たことがあるそうえそうなの、ナーミョンがいないから幽体離脱の最初のセリフも初めてヒータンが一人でねやってた。そうなのそう最初はもしかしたらそのナーミョンの代わりに誰か一人他の子とヒータンで言うかどうかって感じだったけど、そういろいろ相談があってな、そのマネージャーさんとかからマネージャーさんとかと、そう結局そう今回はヒータンソロで行こうってことになった。そう3期生は花だれ初めてしたよね。そうなのそうなのそうなんよね。そうね、一人あったよね。ん、ゆたりだとリピしてくれてるの嬉しいあーまた結婚申し込まれておる。そうナーミョン体調不良で、そうなのよ、いられなかったの。そうリベンジ、本当はお披露目で5月のお披露目でする予定だったけどできなかったから、この約1年後にやっとできてよかった。そう花だれは私がこのグループに入るきっかけになった曲だし、できてよかった
できてよかった本当に。まあみょんね大丈夫かな、言ったもんね。ねえびっくりだった。そう初めての披露まで時間かかったけど、そう見せられてよかったそうおいらを申し込んどくやばい結婚してありがとう、やばい結婚。でももう私はあと2ヶ月で18歳になってしまう。すごい結婚ができるとしたらね、なんかねナーミョンとイータンがお休みで美佐子も辞めちゃったから3期生がねだいぶ少なくてピエンだったね。11人だったよね昨日3期生もっと14人だから11人って本当に少なく感じて、なんかね少ないってすごい感じた。寂しかった。そうなんよね。ねナオミ大丈夫かな。そう前 LINE したりするけど、そうなかなかね全員揃えなくて、ビチさんも卒くんは一旦お休みしたり、 TGC も言いたいなかったりね。そうなの、なかなかそう揃えなかった。そう11人そう少ないよね。でも天気ってよかった。そう今回でもどっちもあったね。でもどうだろう、下手も上手もでもあったね。でもフリーンとか下手も多くいたかも確かに。そう広島はね全員揃うといいな。今度の前座もねそうあるし、ゆいたんとナーミョンそこは出れるかな、どうだろう。そう大丈夫かな。そう心配やんね、やっぱ全員揃うことがないから。そうなんよ、揃わないよね。私も当日のあっち着いてからリハーサルで立ち位置変わったりとかもあったわ。そう広島はでも多分3期生本編に出れるんじゃないかなって。もう前座ではなく、そうね気温差あるから本当に体調には気をつけなきゃだよね。そう3期生な揃ってほしいな。ラーメン大丈夫かな。じゃあ多分確かにお見送られ会も多分私の予想だけど3期生いる気がするよ。そう練り歩きもしそうな気がするんだけど、どうなんだろう、分かんない。私たちも全然分かんないまだ。そう広島行くので、ありがとう待ってます。3期生揃ってほしいなね。そうツアーの広島、そう奥田さんの写真撮ってよ。わかんない、カメコタイムに出るかはわかんないけど撮ってくださいぜひぜひそうそうなの、全曲やるからね。優待やつはしそうだよね。そこでは、まあ、リサコはねどうしても来れないけどね、13人でできたらいいな。確かに広島も物販いるかな、どうだろう。あ確かにサインボール投げたい、サインボール投げたいわ。確かにそう急に立ち位置変わる。そう千秋楽ツアー、夏のツアーの千秋楽とかも当日変わったりとかあったね。ねえ3期生多分昇格したりには僕隊ないんじゃないかな。 2.5 期さんは最後の僕隊があったけど、そうもう予定が出たけど
そう、その4人はなかったから、多分もう鼻垂れの方出るんじゃないかな、予想は。私も全然わかんない。そう、ええー、ね、そう、知るとお見送られそう。出たいね、出たいよ。そう、ね、そうなの。先輩方のステージ見るのもいいけど、ステージに立つのはやっぱ楽しいからね。確かにグッズをね、本人から受け取りたいよね、それはあるね。グッズが残ってますように。ユニアのガラパン働きなしないけどね、当てるよ、頑張るよ。ガラポン、ガラポンか。でもガラポンって確かに私もあんまりしないかも。お祭りのとかは、そう、たまにいいの当たったことがある。私もそう、4人のラストボクターあると思ったけど、なかったからびっくり。せっかくならね、できたらよかったけど、見たかったな。ねえ、見納めだったんだね、前、そのみんな、前回のが。そう、解放、あ、今日解放なのね、そうなのね。そう、お見送られは多分撮影 OK なんじゃないかな、多分そうだと思う。そうね、ガラポンは再生感覚で回してます。そうなの。使いすぎは注意ですわよ。そう、そう、公式でね、最後の出演という風には出ないから、 2.5 期さんの時もだったけど。そうね、でも3期生、その昇格した4人がね、またどうなんだ、鼻だれに出るのか、どっかユニットに入るのか分かんないけど、またね、頑張ってたら見に行きたいね。確かに、どうか、残りのね、3期生はいつ昇格なのか分かんないね。どこで昇格なんだろう。昇格と4期生募集、どっちが先に来るかなって話したりする。え、ガラポンペイペイ使えんの？そりゃ沼だわ。そりゃ沼。ペイペイ使えるのはちょっと怖いね、それ。そう、お見送り、なんていうんだ、練り歩きとかあるときはやっぱり通路側が勝ちよね。それはある。みんなに隕石が当たりますように。私も思う。 NMB さんとか AKB さんとか新公演ね、そう、始まったりとか告知があったりしてるからさ、そろそろあってもいいよね。そう、スケーブ作っていく。待ってるよ。ペイペイ使えんのやばいよね。そう、昇格できたらね、いいね、3期生。そう、確かにポジションもね、穴だれ先輩たくさん卒業されたから、新しいポジションを覚える方もね、いるよね。ひなさんのパソコンは通路だ。そうだったのね、それは勝ちだ。そう、そうなのよ。公園だとね、そう、いいよね、やっぱり。そう、電子決済、クレジット、ペイペイっていう言葉は怖いです。でも逆に、その現金しか使えませんだと、現金しか使えないのかってなるけど、ペイペイとかが OK ってなると、いや、それだともうね、そう、緩んでしまう。財布というかペイペイがね。そう、すぐ手が出てしまう。怖い怖い。そう、そう、クレーンゲーム最近ペイペイとか交通系使えるから怖いよね。そうね、3期生はどんぐらいで昇格するのか、残りの子は一気に昇格なのか、それともまた分けて昇格なのか分かんないけど。そうね、残期20歳はイチゴだから。そう、公演を、ぜひぜひ見て。肉フェスは元気だめ。あ、そうだったんね。あ、確かに、あ、確かに通路側は物理的距離は近いけど、動画に収めるには難しい。確かに、確かにね。そう、お話し会の会場で CD 電子決済、そうなのよね。当日券っていうものも恐ろしい字だよね、だいぶ。そう、ソロボクタイ、ソロボクタイユニットの辺とか超大変じゃん。そう、ね、2.5 期さん本当にいろんなポジションできるもんね。
そう 2.5 さん鼻だれだけで、そうりょうつんさんは鼻だれのすべてのセンターやったことあるって言ってたし、分かんない 5,6 ポジやったことあるみたいな。 2.5 さんはすごいですよね。いろんなポジやったことある曲なんだろう。私行きここ何かあるかな、どうだろうな、ペダルもいろんなポジションやったことあるか。そう当日券、そうフラッといけるのね。急に予定なくなったとかでいけるの嬉しいよね。でもお話し会の当日券は怖い。そういろんなねポジ覚えるとね、そう出れる確率が上がります。そうあとは休みの子が出た時にね代わりに出られたりするね。そう昇格はゆいたんとかなおとさっちーとイヤチューかな。そうそうグザさんは同時に昇格しないとふなかないよ。ふなかになることは大丈夫よ。そう 2.5 期さん、そう鼻だれ爆体課外活動全部出てるもんね。すごいよね。それでそれと別で外仕事だったりとかね、そう大変ですよね。ね、そう僕隊も多分ねこれからみんな複数ポジを覚えていくんだと思う。そうゆいたん、ゆいたんどうなんだろう、大丈夫なんかな。あんまり会えてないからな私も。でもこの間会えたか、この間会えたけどあんまり私も会えてないからな。そう当日券で他のメンバー行ってないですよ。それは行ってる人が言う発言です。そうですそうです。そうイータン、イータンそうなの、レアキャラ、さっきで話してたイータンレアキャラってね。7周年とか一緒に出れるといいな。次は3期生全員揃ったらいいな。腰は腰はねまだ痛い。そうそう 2.5 期さんたち本当にあのね4人の背中を見てこの1年ね一緒に活動できたからだいぶ勉強になりました。そう当日券あるとレーンでバレて謝りに行かなきゃいけなくなる。浮気者だ。あららら、お話し会私しか、お優しい嬉しい。そうそう 2.5 期さんね本当に大変。ひなさんの卒業公演かな、山口で会った日もレッスンが終わってからの山口に向かってらっしゃったりしたのを見て、うわ本当に大変だって思って、そう1日にお仕事が2個3個 入られたりしてて本当にすごい。肉フェスお疲れ様、楽しかった。こちらこそありがとう。嬉しい。そうちょっと待って、林美玲さんが卒業発表、まだめっちゃ若いよね。私の2つ下だもんね。どういうこと、私の2つ下だよね。高校1年生だよね。3月とか生まれじゃなかった、早生まれだったの覚えてる、2009年生まれ。どういうこと卒業発表って、どういうこと、待ってちょっと理解が追いつかない。2回表題のセンターされてるよね。私 SKE さんのオーディション受けた時のあのそう憧れの何なんて言うんだろう、憧れの先輩っていうライン、林美玲さん先輩というか、そうなんて言うんだろう、オーディション受けてる時にそうなんかオーディションでそう憧れの先輩いますかっていう、そう年下だけどそう林美玲さん挙げさせていただいてたからびっくり。そう2回もね2回連続センターされてたよね。待って追いつかない、だって10期さんでしょ。嘘、そう入った時がまだ小学生で、なんか先輩たちの中でもなんか小学生ですごいダンスが上手な子がいるってなんか
そう噂になった方らしくて、でセンターも2回連続勤められてびっくりすぎる。私よく林美玲さんの TikTok 見てるんだよね。待ってびっくり、最近高校生になったんだもんね。私の弟と同じ学年だから。待ってびっくりすぎる、ちょっと待って理解が追いつかない。 SKE さん最近いくつか卒業発表見たけど今までで一番頭が追いついてない。衝撃すぎる。林美玲さんがどういうこと、本当に意味がわからない。私はそんな、こういう時に限ってまた iPad の充電がないから、ちょっと待って衝撃すぎる、ちょっと待ってそんなことあるの、そんなびっくりすぎる。でも次のね目標ができたのかな、びっくり、何で発表したの、公演で発表したの、公演とかもよく出られてるよね。 SKE さんの10期の推しです私。待って恐ろしい、そんなことある、あ公演で発表、なるほどね。確かに学校もね、そう料理とか大変だし。待って、驚きすぎる、本当に言ってる？本当に言ってる？だって10期さんってまださ、だって11期さんがこの間昇格発表があって、11期さんで今2年とかでしょ、で10期さんが11期さんが募集の直前とかに昇格したから、まだだって入って入ってそんな経ってないよね。そうよね、びっくりすぎる。そうだよ、だって11期生募集のちょい前とかのタイミングぐらいで確か10期さんって称号するところ。5年層経ってない、経ってない、経ってないんじゃないかな、びっくりすぎる。私そう推し面で書いてたから、あの SKE さんのオーディション受けるときにびっくり。そうね、確かにまあタイミングとしては確かにね、高校学業に専念ってのはあるよね。びっくりすぎる、衝撃すぎる、びっくり、びっくりだ。本当に、ちょっと理解が追いついてない。ちょうどさ11期のオーディションの時期がさ、その林美玲さんがセンターをやってるシングルのその期間中だったからさ、そうオーディション会場でも流れてたし曲が、びっくり。だってね、だって今15歳ならさ、15歳とかでオーディション受け始めるだってたくさんいるじゃん。私でだって16歳で入ってるから、そうだから全然あるよね。2019年12月お披露目、そうだよね、経ってないよね、そんなに。まだ5年経ってないもんね、4年ちょいよね。びっくりすぎる、衝撃だ、衝撃だ。いちごにすごく連絡したくなった。おう、びっくりびっくりびっくり。本当に？でも
この間って言っても半年ぐらい前かもだけど、私と同い年の SK の方も卒業されてたから早いな。え、だってさ、え、その今は3をつけずに読むんだけどね、林美玲卒業のご報告っていう字がまずさ、まずさ理解不能。そんなびっくりすぎる。そうね、そうそう、小学6年生で加入されてね、そう4年半、あら、そうなのね。若きエースって言われてたね。そう、そんなびっくり。そう、あの頃の君を見つけた、聞いてたよ。そう、セブンティーンのねモデルもされてるよね。これからどういう道に進むんだろう。驚きすぎる。ちょっと理解不能。そう、年齢が若くして入ったから今15歳だからあれだけど、期間で言うとね4年だから、そう短くはないけどさ、びっくりすぎる。どうなん、これから何されるんだろう。ちょっと文章だけ見よう。次も、まあ、8月末か。そうなのね。びっくりすぎる。そんな。この間のね、ガールズアワードもね、出られてたよね。あの、SG の先輩方7人も出られてた、あの、ね、ガールズアワードも。びっくり。衝撃。ね、芸能活動は続けられるのかな。雑誌の専属はどうなるのかな。びっくりだ。一度お会いしたかった。びっくり。11期さんのオーディション受けてた時、あの曲が、そう、はじめれさんのセンター曲がずっと流れてたから、そう、びっくりだね。 SK さんは前も、ちょっと前もね、卒業発表あったよね。そう、最近12期さんが入られてんね。びっくりだ。私はまだいるよ、安心してそう、私がもし11期さんになってた、11期になってたら先輩に、そうなってたかもだよね。そう、これは衝撃すぎるよ。衝撃すぎる。びっくり。私はまだまだいます。
くりだね。まだまだいます私。安心して、それはそれは。そう、まだまだいますよ。びっくりだけどね。次の道はどういうとこに進むんだろう。そう、何年でも言ってください。了解です、みんなが応援してくれるなら。もちろんです。あら、びっくり、45になった誕生日しよう。びっくりだね、ちょっと、そう、びっくり。奥田くんとやばい。ゆきりんさん超える。17年、だいぶ長いよ。やばいね、それは。どうでしょう、私は。でもね、私は同期あれるよね、ゆいなは長くいそうって。私もそんな気がしてる。情熱大陸出るから。ゆきりんさんの私見たよ、確かに出てみたいね。奥田軍団やばいから。やばいから、びっくり。なんかね、もうな、林美玲さんと卒業っていうこの2つの字がつながらない。交わらない。まだ交わらないです。どうも。驚き。奥田さんまだ頑張るよ、奥田さん。びっくりだ。びっくりだ。そんな。あ、45になったので誕生日します。ダメだ、もう後半戸惑いすぎて、びっくり。本当に15歳、早い。15歳ってあれだよ、私が SK さんのオーディションを受けてたぐらいの、初めてのオーディションを受けてたぐらいの年齢だから、私が。早いねえ。でも引退されるかもしれないし、まだグループにいられるかもしれないけどね、え、明るい未来があったらいいな。じゃあ誕生日して終わります。17位ラベンダーさん、16位イケピスさん、15位ワンタさん、14位ももさん、13位キヨニーさん、12位オカッピさん、11位ウマちゃんアットヤミザンドツワイヒヒヒヒヒさん、10位ナルミアットサヌキュードン大学卒さん、9位ヨシミさん、8位トーノカッコ一発さん、7位ヨットアットツマミンさん、6位スプマーテさん、トップ5、5位テトリス5さん、5かな、どっちだろう。5だ、5位の5、4位ヤマシンさん、そしてトップ3、3位シオさん、お久しぶり、2位ナスちゃん、そして今日の第1位は、どこ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 、今日のランキング1位はマクアットミクフェスミンさんです。ありがとうございます。昨日はそう、ホテルに着いた時間が23時、22時半とかで、そう、もう配信できん時間だったから、そうできなかったけど、今日いろいろ話せて嬉しかったです。あと瀬戸里の詳しいこととかね、そうメールとかでも送れたらなって思うね。あとはさ、私がさっきリツイートした、その今度滋賀の、そうFM 滋賀、そうラジオに出させていただくから、よかったらお便り送ってください。抽選でステッカーがいただけるかもしれません。ゆうなと2人で出るから、そうゴールデンウィークの過ごし方っていう今回お題だから、そうゴールデンウィーク、あ、お台場来た方はぜひお台場って書いていただいたり、来れなかった方も、そうどんなことをしたよとか教えてくれたら嬉しいです。そう、お便りたくさん来たら、そう嬉しいな。たくさん来たらまた呼んでいただけるかもしれないし、次の機会につながると思うから待ってます。
ね、これはラジオとか、ラジオ初めてだけど、そうね、こうやってお話しするお仕事、そう頑張りたいな。そう MC とかあんまり私はいっぱい話さないタイプだけど、お話がなんかそう上手にできるようになりたいなって思ってるから、そうこういうの、こういう機会をね大切にしたいと思います。夏休み日記ちゃん、嘘書いてどれだよね。ボケに走る、むしろ逆に採用されるかもよ。そうね、そう、ぜひぜひぜひ聞いてください。ラジオ優しい声だから、嬉しい。ゆうなと私のラジオどんな感じになるかちょっと想像がつかないけど、そう楽しみにしててください。そう先月で 2.5 期さんのそう終わって、いちごが引き継ぎをしてくれて、で今月次の15日の初回が3期生のスタートで、今回は3期生トップバッターで初回出させていただくので、あ、ラディコで聞けんの、そうなんね、私も入れてる、ラディコでいいのか、ラディコ、そう私も入れてるよ、そうだからぜひ聞いてください。ラジオそう初めてなんよね、確かにショールームと同じ感じで話したらいいな。そう足の子くらい琵琶湖くらい広いですって、滋賀県民ける、そうなん。滋賀かあれならある、そのバレエをさ習ってたからさ、あの球技の方のね、それの試合とかで滋賀行くことならあった。そう今3位だと、あらありがとね。そうラジコでいいのか、ラジコでぜひ聞いてください。プレミアムで聞けるらしい、なるほどなるほど、これから3期生そう出させていただくからね、初回張り切って頑張ります。そう解約するタイミング悩んでたけど今月入ってる、お嬉しい、じゃあぜひ聞いてください。そう滋賀県は私の出身岐阜県の隣の県だから嬉しいです。そうだからぜひぜひ送ってください、お願いします。じゃあ50人になったんで今日は終わります。じゃあねー、バイバーイ、おやすみ、バイバーイ。お疲れ様でした。